ちょっと掃除するよ。いや。掃除かけたりするけ。いいよ。ちょっとお話が。はい。そう、マネージャーをちょっとなんか向いてない気がしてから。マネージャー？うん、マネージャー今なんか向いてない気がして、ちょっともうやめたいなって。お前いきなり唐突やねそれ。うん、その何？辞めたいなじゃなくて、逆にどういう風にしたらいいとかっていう風なあれはないわけ。うん、でも考えたんやけど、うん、なんかやっぱりさ、なんか、まあ、結構なんていうのさ、うちのさ、タメ口がとか言われたりするやん。ああいうのとか見たらやっぱちょっとなえるんよ。それでさ、唐突やね。いやでもなんかそういうのってさ、やっぱさ、なんか LINE とかで言うことでもないなとか思ったりしてさ。なるほどね。基本はまあまあそんぐらい分かったとは思うけど、基本は大体1ヶ月前とかのあれで、うん、で、あ、まあまあまあ、まあ、分からんけど、その、じゃあ例えば12月いっぱいとか、あ、そういうふうな感じ、うん、要はもう年内って感じか。うん、なるほどね。それでまあちょうどなんか節目のなんか12月ってのもあるやん、うん、年内までっていうのがあった気がする。俺がさ、コロナになってんか前、うん、でその時に、まあ、退院してすぐぐらいの時にまだ後遺症がひどくて、で俺がちょっとまだめっちゃきつい時あって、うんうん、でその時にまあヒロシから連絡があって、うん、でまあほらあのヒロシの場合は実家のそのうん、どうしても名前があるもんやけん、うん、で、まあ、実家側からのそのもういよいよもうやめてくれのあれがあって、で結局もう表に出れんくなったったいね、うん、でまあそういうのも俺の中でちょっといろいろこう考えるところがあって、うん、で実際ね、まあ、この YouTube ってあの俺好きで始めたんや、うん、なんかやな、防水屋に関してはね、好きで始めたっていうよりもたまたまあったものがそこやったけん、うん、その一生懸命やってきたっちゃうけど、この YouTube ってのは俺好きで始めたっちゃん、うん、で、なんかいろんな人たちの心の支えになればねっていうふうに思ってやってきたんよ、うん、でその中でなんかもうそのなんかやな、俺別にカッコつけるっていうことがないよね、うん、なんかそれよりかなんか人生楽しんどうのをなんかお送りできればなっていうふうな感じでやってきたんよ、うん、で実質そのコロナが明けて、コロナが明けてっていうか退院したぐらいの時、うん、で広志からのその連絡があった時に、うん、まあここ最近のその今のさ YouTube のその再生回数自体っていうのも、うん、そこまでバーンとじゃあ回りようかと回りようわけじゃないじゃんね、うん、で人間ってさ必ず飽きが来るじゃん、うんうん、でその今飽きに来とう状態なんよ、で、変わっていかない感じだね、うん、要は今までその何回か一問一答スタイルっていうのでバーッと来たけど、結局もうそれを視聴者は完全に飽きてしまったわけよ、うん、で まあなんか殻を破っていかないかんで、でじゃあ俺のライフスタイルの中でその俺が何かやりたいことっていうのを、発信、お前と一緒にね、うん、それ発信していければねっていうふうに思いよったんよ、で、うん、思いよったっちゃけど、その移り変わりの時ぐらいに、YouTube やめるかなどうかなっていうのもあったわけ、うん、正直なところ、うん、ただなんでそれをじゃあ俺がやめんやったかったら、うん、お前の問題があったけんなよ、うん、結局雇用っていう問題があったけん、うん、ね、やっぱお前もその生活っていうのがあるんで、やっぱりなんかやな、このお前とのママとのね話の中で、でなんかやな、まあまあそういうふうなあれがあるわけよ、なんか自分の中の葛藤じゃないけどね、うん、で実際あやめようかなって思った時期もあったけど、ただそれをポンってやめるとね、お前が職を失うじゃないけど、うん、そういった部分でああやっぱ続けらないかんのかなとか思いよったりしよったてよ、うん、でその中でまあまあそういうふうに
12月いっぱいなら12月いっぱい、うん、で言うてくるんなら、まあ俺ももう YouTube やめてもいいのかなとは思ったね。てってれてってれ、ここ見てくださーい。今回の企画はマネージャー辞めたいって言ったらどうするのかドッキリでした。もうやめるぜ。もう YouTube やめるぜ。YouTube はやめないでください。 YouTube やめるぜ。私も頑張ります。てってれ、ひどいねこれ。ちょっと泣きそうになったうち。うるうるきた。いやでも実際そうなんよ。もう やめてもいいのかなって思いよった時があったんよ、うん、もう視聴回数もう本当に下がって、うん、でまあもうこれ以上そのやってもなんか恥かくだけなのかなっていうふうなのがあったとよ、うん、まあ俺もそのプライドを捨てとうって言えばね、やっぱりプライドってのがあるからね、うん、でその中でまあまたやめるって言ってもお前のあれもあるけんねと思いよったけん、だけどなんか思考を転換しながらなんか考えていかないかんのかなと思ったっちゃうけど、うん、もうやめろだよね。もうやめよう。やめません。ゆやまチャンネル終わり。頑張ります。ゆやまチャンネル終わり。てなわけで今回はドッキリでーす。なんかそら。でもねこれも DM で来とったとよ。ああ視聴者さんから。あ、ゆうかの単体っていうよりも視聴者さんから、うん、あそういうドッキリを仕掛けてほしいみたいな。くそ、なんか思ったよりいいこと言うけんちょっと待って。ちょっとまた株が上がるじゃない。株が上がる家な。いやでも一瞬ね、うん、あまあちょっときっかけかなと思った。 YouTube をやめる、うん、やめてよ。そうだ、はい、じゃあまあうまくじゃあ引っかかったわけね。はい、引っかかってくれたよ。はい、わかりました。じゃあ頑張りますか。じゃあこれから、はい、また頑張ります。じゃあまあじゃあこうやってさ、まあこれが企画になるんなら、うん、視聴者さんからね、ゆうかの方に DM もらってね、もう俺もうこの配信があるぐらいの時には多分もう俺は DM のやり取りは多分してないよね。やっぱ1日200件から300件ぐらい来るじゃんね。でそれをこうやっぱ返事をするとなるとやっぱ1日のうちでやっぱ3時間ぐらいはやっぱ使えるじゃんね、うん、その時間がちょっとちょっと違うことにちょっと使っていきたいなというふうに思ったけん、だけどもうそういうふうな企画に関してはね、ゆかちゃんのインスタの方だにしてもらえれば、でたまになんか一問一答、なんか一問一答やってくださいって復活させてくださいっていうのも結構多いじゃんね。だけどたまにこう一問一答スタイルで何回な知り得ない話でもそうやけど、うん、あ何その人生的な部分で俺がこう返せる部分に関してはなんかまあまあ復活させてもいいのかなっていうふうに思いよけ、うん、まあそれも別にコメント欄でもいいし、うん、まあコメント欄も今 ゆかちゃんのね管理なんで、もしよければじゃあコメントくださいということで、はい、今日は私の、はい、私のというかゆかちゃんマネージャー辞めますドッキリでした。これからどんどん素を暴いていきます。はい、じゃあお疲れした。お疲れした。はい。Still